どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルダです。今回はバージョン 2.4 も後半の終了も近づいてきましたので、昇級の最終評価をしていきたいと思います。一通り編成や高難易度のチャレンジやデバフ比較などしてきましたが、ある程度運用が固まったキャラだったなと思ってます。運用が固まっているということは、ある程度の活躍シーンが限られているということが言えますので、その点も解説していきたいと思います。今回の昇級については、無凸も持ちの効果命中 130% の昇級で評価をしています。伸び幅自体はまだあるかなと思いますが、そもそもダメージを出すキャラではないので、役割に重点を置いて今回は話していきます。それでは早速解説していきましょう。それではまず、昇級の使用感について話していきたいと思います。まず一つ目、使用目的がわかりやすいキャラというところでしたね。昇級は全ての攻撃でデバフ付与ができるため、デバフキャラとして活躍ができます。そのため役割としてはダメージを出すよりも敵の弱体を目的としたキャラとなるため、チーム内での役割がはっきりしたキャラと言えます。続いて二つ目は編成での役割などがシンプルというところです。昇級はデバフによる弱体が目的となるため、アタッカーが倒したい対象に対してデバフを意識すれば扱いやすくなっています。特にデバフを5層まで貯めると火ダメを最大化できるため、同じ敵を狙い続けるという点ではシンプルな扱いとなっています。この層を貯めるというのがちょっと特殊なところですよね。その他に関してですが、必殺技で結界を展開し、敵のターンでデバフを付与するため、簡単に層数が貯めれるというのは特徴です。デバフの層数がある程度貯まれば、FP の節約なども可能となるため、デバフ管理をしながら必殺技やスキルを有効活用できるというのがいいところですね。このデバフの付与というところがとても使用していて、昇級のいいところだなと感じました。続いては昇級の強みについて話していきたいと思います。ここが強いというポイントですね。まず一つ目、デバフの付与回数が多いということです。デバフの付与に関しては、スキルと通常攻撃でも超人のデバフを付与することが可能となっています。意外と通常攻撃でデバフをつけれるっていうのは嬉しいところですからね。とにかく攻撃をすればデバフ付与ができるようになっています。さらに必殺技を使えば結界で敵ターンでも付与ができるようになりますので、デバフ頻度がとにかく多い性能となっています。この点が読みと相性のいい点となっていますね。続いて二つ目、デバフはトップクラスというところです。デバフの数値に関してですが、トップクラスとなっています。全体付与というのがとにかく強い点ではありますので、その点においてはかなりいい点かなと思います。では、数値の方を軽く見ていきたいと思います。まず、特殊デバフですね。比較した場合なんですが、特殊デバフの中では受けダメージが一番上がるようになっています。一つで 15% というところですが、2層目からプラス 5% されるということで、最大 35% 貯めれるようになっていますね。しかも、この精進デバフに関しては、燃焼状態とみなされますので、ダメージ減としても使えるっていうのがいいとこです。それでは続いて、必殺技のデバフ一覧を見ていきたいと思います。デバフの数値をパッと見たときですが、銀狼やペラに対して数値は劣るようになっています。銀狼とペラに関しては、防御力ダウンっていうところですが、昇級に関しては、精進の総数調整プラス、必殺技のダメージアップが 15% つくっていう風になっています。他の二人よりも数値は低めってとこですね。ただし、先ほどの精進と合わせることでそれなりに高い数値を目指せれるので、必殺技単体で見た時には控えめになったのかなと思います。ただこれに関しては必殺技のダメージというところなので、銀狼やペラのような防御力ダウンではないっていうのが肝になりますね。それでは、昇級の全体的な強みについてですが、弱体においては付与方法と頻度が多いため、火力サポーターとしてはとても扱いやすいっていうところになります。本当サポート特化っていうところですね。続いて、昇級の弱みについても話していきたいと思います。この点がちょっとなっていうところですね。まず一つ目ですが、ダメージが出せないっていうところです。昇級に関しては持続ダメージを付与するということは可能なんですが、他のキャラと違って持続ダメージ自体に倍率がなかったり、総数を貯めることで火力がアップするなどの効果はありません。そのため、火力が普通以下となるため、デバフだけに焦点を当てるようにする方がいいかなっていうところがあります。ダメージに関しては本当残念なところなんですよね。ちょっともったいないなと思います。続いて二つ目、編成が固定になりがちっていうところです。昇級はデバッファーということもあり、デバフの対応編成というのが重要になります。ですが、現在のデバフ対応の編成というのは読みぐらいとなっているので、現在では活躍の場面が少ないかなっていうところです。軽流など挙げられるところもあるんですが、属性相性的にペラの方がいいので、昇級を入れるまではないかなと思います。
全体的な昇級の弱みについては完全なデバッファーというところになりますので、自身での火力は期待できないってところです。ダメージ減にするならやはり二突を目指すっていうのが重要かなと思いますね。それでは公演水異物ステータスガイドについて話していきたいと思います。それでは公演水について優先度順に話していきたいと思います。まず一つ目はモチーフの幾度目かの春ですね。それについて貫突の獲物の視線、次は孤独の癒し、最後は初めてのクエストとなります。初めてのクエストについては昔のイベント公演水となるため持っている人は採用するというところになります。できればこの順で公演水を装備できるといいのかなというところです。こちら公演水を選ぶ時の基準ですが、効果命中がアップするものを優先的に選ぶというのが大事です。まあ、ポイントになるんですが、効果命中は上げることにより攻撃力の底上げが可能なので、優先的に装備をするっていうのが大事です。まあ、昇級火力が少ないとは言いますが、自身の攻撃バフというものがありますので、効果命中はなるべく上げるっていうのが重要です。数値としては140ですね。それか、孤独の癒しで EP の改善率を上げまくるっていうのもありかと思います。それでは続いて、異物とオーナメントについてです。異物に関してはメッセンジャー、囚人、銀河障子がおすすめです。囚人の部分はガンマンとかでもいいのかなと思います。選ぶ基準としてはとにかく速度と攻撃と効果命中を意識することが大事です。まあ、オーナメントに関しては銀河障子しかないので効果命中を絞るっていうところになりますが、まあ、こんな感じになるのかなと思います。こちらに関しては十分な効果命中を得られるまではキメラ遺族で整えるのが無難というところです。持ち公演数を引けるならウェンワークなどの対応をしてもいいのかなというところですね。持ち公演数によってちょっと異物の選び方が変わるのかなと思ってます。まあ、60% ってめちゃくちゃでかいですからね。続いてメインステータスのおすすめについてです。胴体に関しては効果命中、普通に関しては速度、弾に関しては炎ダメージ、縄に関しては EP 回復効率となります。メインとしてはサポート寄りのものが多いですね。それではサブステータスです。サブに関しては効果命中、速度、攻撃を優先的に取っていって最終的な耐久系を盛るっていう感じになります。意外と耐久系が低いキャラとなりますので HP 防御とか盛れるなら持っておいた方がいいです。それでは最後エンドコンテンツのためのステータスです。これは実際に自分が使っててクリアができた数値などを参考にしてます。まず HP に関しては3500以上ですね。できれば4000ぐらいあるといいです。さらに防御に関しても1000近くある方が耐久面は安定しやすかったなっていうのがあります。続いて攻撃力はバフ入りで4000以上を目指すといいです。速度に関しては140ですね。ただ速度に関してはアタッカーに合わせる方がいいので、アタッカーより1から3高いのを目指すのがいいかと思います。なので読み編成の場合は読みよりも速度を3速くする方がいいかなというところです。続いて効果命中に関しては 140% 以上というところです。こちらのステータスに関してですが、まずは効果命中を 140% 以上目指しましょう。その後に攻撃力はバフ入りで4000を超えるように調整をしていくっていうのが一番いいです。一番は効果命中というところですね。効果命中が 140% を超えるようであれば、攻撃バフの恩恵が入って4000を目指しやすくなるっていうのがあるからですね。それではモチーフ公演水の必要性について話していきたいと思います。実装から昇級を使ってて必要性を感じたかどうかっていうところですね。またない状態でどれくらいできたのかっていうのも話していきたいと思います。まず生き止め化の春に関してですが、装備キャラの効果命中を 60% 上げてくれます。まあ、突をすればどんどん上がりますが、無突でも 60% ってところです。これが本当大きいですね。さらに専用のデバフも付与できるっていうのがあります。こちらに関しては敵の受けるダメージを最大で 24% アップするものとなってますので、昇級のデバフ効果をさらに伸ばしてくれるものというところです。ではこちらの公演水に関してですが、まず強みを見ていきたいと思います。一言で言えば昇級のデバフ性能をさらに伸ばせるというところですね。まず効果命中を簡単に盛れるので厳選緩和になります。意外と140目指すって難しいんですよね。しかも専用デバフができるようになりますので、さらに弱体化が強化されます。まあ、狙える項目も多くなるということですね。これにより敵の受けるダメージを最大マイナス 24% まで引き伸ばせることができますので、合計で 74% を目指すことが可能となります。しかもこの公演水他のデバッファーにも使い回しやすい性能となっているので、昇級だけでなく他のデバッファーで好きな子がいればつけるのもありというところになります。ただこちらの公演水必要性についても話していきたいと思います。個人的な意見ですが、なくても十分な役割を果たせるなと思ってます。
こちらの公演数に関してですが、効果命中の数値やデバフの追加などデバッファー視点では嬉しい要素が詰まっているため欲しいっていうのは正直ありますね。ですが育成面でカバーができるっていうところがありますので、必要性は正直そこまで感じなかったです。また昇級に関してですが、2凸をしないと火力貢献ができないっていうのがあります。編成が現在読みカフカ固定なところとかも考えてみると、獲物の視線で十分かなっていうところはありますので、そこまで重要には感じなかったですね。実際にこの公演推移なしでエンドコンテンツとかどうだったのかって言われると、普通にクリアできます。読み編成に入れるだけで何の問題もなく裏庭などクリアができましたので、よほど獲物の視線が凸が進んでないとかっていうのがない限りは別に優先して取ることでもないかなと思ってます。言い方を変えれば、獲物の視線貫突でも十分賄えるってとこですね。それでは編成とキャラの注意点についても話していきたいと思います。まずは編成からです。今回は2つの紹介となってます。まず1つ目、無凸無持ちおすすめの読み編成というとこですね。編成メンバーとしては読み、アベンチュリン、カフカ、昇級となります。昇級に関しては無凸無持ちを活かすなら一番扱いやすい編成かなと思います。カフカの部分を変えることでいろんな弱点に対応ができるっていうのもいいところですね。ブラックスワン持ってる方ならカフカとブラックスワンで雷と風の対応をするのがいいかなと思います。また昇級1人でも残務の貢献ができるっていうのがありますので、カフカの部分をペラとかにしてあえてデバッファーで揃えるってことも強いのかなと思います。実際それもかなりダメージが出せるので相性がいい編成かなと思います。続いてカフカ軸の持続編成についてです。編成メンバーとしてはカフカ、ルアン、昇級、フォフォとなります。持続編成としては活躍するのはこの編成が一番おすすめですね。ルアンは外せないなっていうところでした。昇級を属性に合わせてブラックスワンと入れ替えるのが今のところは最適かなと思いますね。カフカ、昇級、ブラックスワンの編成もやってみたんですけど、ルアンがいるいないで全然差が出てましたので、このあたりは入れ替え方法としてルアンよりもブラックスワンと昇級をした方がいいのかなと思います。持続編成なら正直こちらの方がいいかなっていうところですね。それでは編成とキャラの注意点について話していきたいと思います。今回注意点として挙げるとすれば、読みとカフカの採用目的の違いについてというところです。まず読みについてですが、残務獲得に重きを置いているという活用方法になります。読みの編成の場合、デバフの付与頻度が一番重要視されます。なので必殺技の回転と攻撃頻度が求められますね。そのあたりが昇級と非常に相性がいいところとなります。なのでとにかく敵の弱体が優先する項目となります。なので積極的に SP とか必殺技を回してほしいというところになりますね。ではカフカについてはどうなるのかというところなんですが、燃焼での火力が欲しいというところになります。持続編成に関しては防御力ダウンによるダメアップとか燃焼のダメージが求められるというのがあります。結構火力重視なところがあるんですよね。そのため無凸ではダメージが微妙というのがありますので、採用枠としては炎人生削り担当というところが多くなります。正直持続編成で使うんですけど、ダメージ減になるかって言われるとなかなか難しかったですね。なので二凸をしていないと持続編成ではちょっと扱いづらいなっていうところです。二凸になればカフカ編成でもより活躍ができるというふうなイメージをしてもらえるといいかなと思います。それではこちらの注意点について話していきたいんですけど、昇級に関しては読みとカフカどちらかと相性がいいのは間違いないんですが、使用目的が無凸無持ちでマッチしているのは読みになります。圧倒的に読みでしたね。火力貢献しなくても読みの性能を最大限に引き出すには十分な性能を持っているため、凸状況や弱点の補助といった目的で入れ替えをするようにしていくのがいいかと思います。どっちに入れるのを優先した方がいいかって言われると読みですね。はい、どちらかで言えばもう読みになります。それでは最後、バージョン 2.4 後半での昇級最終評価をしていきたいと思います。ガチャの参考とかになれば嬉しいかなというところですが、これに関してはあくまで個人の意見というところで聞いてください。まず昇級を一通り試してみての話です。こちらに関しては使用目的がはっきりしたキャラクターだったなと思ってます。デバッファーの活躍場面っていうのは現在少ないのは仕方ない状況ですが、現時点で予備という強いアタッカーの採用枠としては使用目的がはっきりしたキャラだなと思います。いろいろ使いましたがやっぱ予備に戻りますね。なんだかんだね、単純にアタッカーの強化要因という枠になりますので、採用目的がしっかりしていて今後の扱いとしてはいいのかなと思います。
まあ、予備みたいなアタッカーが来れば昇級を入れるっていうことが考えられますので、そういった点ではめちゃくちゃ相性がいいのかなと思いますね。では2つ目、ガチャについてです。ガチャについてですが、読み編成強化目的でなければ引かなくてもいいかなと思ってます。まず昇級は読み編成以外で使用するとなると、モチーフ講演水や凸など自身で火力を出せるように工夫しないといけないため、手間がかかるキャラだなと思ってます。異物厳選だけではどうにもならない部分というのが出てくるんですよね。じゃあ凸をしたら編成幅めちゃくちゃ広がるのかっていうところなんですが、まあ、編成幅はそこまで広がるところもないですね。正直カフカ編成でより強力になるっていうぐらいになります。なので個人的には読み強化以外の目的がなければ引かなくてもいいのかなと思います。それよりかはカフカとブラックスワン優先して持続編成を組んだ方が強いなと思ったりもしますね。では最後の個人の感想として話していきたいと思います。これに関しては次のバージョンでの話も入っています。今後の期待のところっていうところなんですが、まあ、飛翔との相性が残念だったなっていうのがあります。まず昇級に関してですが、読みとの相性が良すぎることもあり、他では採用しづらいなと思ってます。特に飛翔との相性は公式の動画を見る限り追加攻撃の補助ではないので、優先度がめちゃくちゃ落ちるなと思ってますね。読みはデバフに特化した性能となってたので火力を出して相性がいいってところだったんですけど、飛翔は追加攻撃に依存する、まあ、攻撃回数に依存するキャラっていうところなので、昇級とはちょっと違うところになるんですよね。なので読みの専用感が強いかなっていうのがありますので、その点が結構残念な部分かなと思ってます。なので飛翔と同じメンバーで入ってきてたので、ちょっとこのあたりがね残念だなっていうところですね。なんか銃の塗石のジェイドとトパーズの相性のブレみたいな感じがしてたので、まあ、そういったところではちょっとね今後の別のキャラに期待してもいいのかなと思ってます。ただやっぱ個人的な感想としては、飛翔と合わせれにくいっていうのはちょっと残念かなというポイントとなりました。ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。